はい、皆さんお疲れ様です。ということで今日は8月の26日、日曜日ですね。ということでね、いろいろ僕もね、子どもの人権に関わる活動をしてまして、その中でもね、その同じような活動をしている、団体やそういう関係者の方とね、会って話したりね、取材しに行ったり、いろいろしてるわけなんですが、つい最近、おとといですね、24日にもね、子どもの人権にね、子どもの人権を守ろうという、そういう団体がね、同じ神奈川県内にあるということを知りまして、ぜひね、なんかそこはもう10年ぐらい前からやっているということで、僕はもうまだ 2、3ヶ月なんですが、大先輩ということでね、ちょっとお話を伺いたいなということで連絡したところ、いいですよということで、行ってきました。で、そこのね、場所っていうのが、横浜市の鶴見区にある、鶴見駅から徒歩5、6分のところにあるこういうところですね。子供と共に歩むフリースペースタンポポさんね、フリースペースタンポポさんっていうところに行ってきました。で、ここ、どういうことをね、メインでやってるかっていうと、メインはね、その学校にこう行けなくなってしまった子どもたち、不登校になってしまった子どもたちを孤立させないようにね、そういう子どもたちが集まってね、交流できる場所みたいのを運営してるっていう感じなんですね、メインは。月に一度自分たちで献立を考えて工夫して作っています。料理を作ったりとか、工作をしたりとか、イベント、クリスマス会とか、勉強とかね、こうやってね、集まってやっているということなんですね。はい。で、こういったね、冊子もありまして、子どもの権利に関する、冊子ね、それから医療に関する、冊子ですね。で、ここもね、説明していきたいと思うんですけど、本来はね、動画でちょっとね、動画で話すところを撮りたかったんだけど、撮影 NG ということで、録画そこに行って話してきた内容をね、そのままちょっと解説 していきたいと思うんですが、まず何話したかっていうと、そのね、不登校の子供についてなんですよ。やっぱり昔と比べて圧倒的に不登校の子供が多くなっていると。で、そこにはね、いろんなね、事情、理由があるわけですよね。で、いじめだったり、学校先生の体罰とかね、懲罰的な指導、部活での、モラハラ的なね、そういうやつとか。で、無理してね、行ってたとしても、結局は、ね、体、心っていうのが壊れてしまってね、学校に行けなくなってしまうと。いうことなんです。で、そういうことの子どもたちが今増えていると。で、なんでそうなってしまうかっていうと、やっぱりね、周りの理解がね、浅いというか低いというかね、特に親ですよね。親っていうのは、子どもっていうのは学校に行くのが当たり前だっていう認識だと思うんですが、逆に言えば学校に行かない子どもっていうのはちょっとおかしい、変わってる、ダメだね、学校に行かないのはダメなことなんだっていう認識なんですよ、親ね。全ての親ではないですけど、8割9割ぐらいの親が多分そう思っていると思います。で、学校に行かなくなった子供に対して無理やり行かせるようにするとかね、おかしいんじゃないかとかね、病院に行かせるとかね、特別扱いしてしまうっていう、現状があるということなんです。それが要はね、子どもの権利の侵害にもなるし、重大な問題なんじゃないかっていうことをね、話してくれました。で、子どもの権利には、学校休む権利がありますって、ね、こう書いてありますよね。学校別に行かなくたっていいんですよって、でもその権利を侵害してね、そんなことねえぞっつってね、行かなきゃいけないんだぞっていう、こう、なんていうかな、親の押し付けっていうのかな、そういうのやってしまう親がいるわけですよね。だから親の教育としてはもう完全な間違いであって、それはね、親の思いを押し付ける、考えを押し付ける、ね、子供の意思、意見、心を無視して、
そういうふうにやってしまうっていうのは一番やっちゃいけない教育の方法やり方なんですよね。ただやっぱそういうなんか教育に関して理解してる親っていうのが今すごい少ないみたいで、僕なんかはね子供3人いますけど、やっぱ学校とかねそういうのは別に行きたくなきゃいいね、行かなきゃいいしっていう風な話はね常にしてたんですよ。もっと言えばね、宿題とか出されても別にやりたくなきゃやんなきゃいいんじゃないっていう感じでね常に言ってましたね。別に僕の考えとしては学校の勉強ができなくても運動神経悪くても別にねそれはねしょうがないんじゃないって、それは、そんなねやりたくないことをやってねいい成績なんか出せなんかね全然もう筋通ってないし、やりたくなきゃ別にやんなきゃいいし、やりたいことやればいいと思うしっていう考え方なんですよ。だから押し付けるってことは一切しなくてね、子供の考え意思を尊重してね、でそれでいいんじゃないって、ただ人としての筋は通しなさいよっていうのが僕の教育方法なんですよ。まあほぼ自由なんだけども、やっちゃいけないことってあるよねって、自分がやられて嫌なことだったり人を傷つけたりね、そういう行為、あと礼儀とかね、そういうのはしっかりやれよっていうのは、まあ結構厳しめには言ってたんですよ。だから学校に関しては全然は言ってない。子供にとっての最善のね教育だと思うんですよ。押し付けるのが一番良くないんでね。ただその押し付けてしまう親がかなりいるということで、押し付けられてしまう子供たちっていうのが犠牲になってますよっていう話を、してもらいました。で、その子供、そういう子供たちに対しての扱い方がね、本当にね、もう異常なんですよ。信じられない対応というかね、現状がありまして、それが何かっていうと、そうやってね学校に行かなくなっちゃったりとか、学校内でねちょっとおかしな行動、まあちょっと落ち着きがないとかね、授業中歩き回っちゃうみたいな、まあそういう何かがあった時にその子供はもう異常だと、他の子とちょっと違うからおかしいということで病院に連れてってね、薬漬けにされてしまうっていうことがよくあるらしいんですよ。それ聞いた時にちょっとびっくりしてね、こういうことをね簡単にやっているらしいんですよね。ちょっとなんかおかしなこと言うとかね、やったりしただけで薬を飲ませるとかねいうことをやってしまうらしいんですよ。で薬漬け、まあ、ある人に聞いた話だとね、自分の子供がね別にね、そんなひどいおかしなこともしてないのに、児童相談所にね、こうさらわれちゃって、で、そこでもちろんね、さらわれちゃうわけだから、精神不安定になりますよね、子供は。したら精神不安定だから、つって精神安定剤を大量に飲ませるみたいな、ことをやってるみたいなんですよ。それ、ちょっとね、ありえないなと思って、だからね、ちょっとこの裏にはね、その医療界とのちょっとした裏のね、つながりがあるのかななんていうこともちょっとね感じたりはしたんですが、まあまあ昔ではもうちょっと考えられないようなことが起きているということなんです。そこでね、やっぱ思ったことっていうのが、僕がね今やってる、メインでやってる活動っていうのは、親子がねこう引き離されちゃう、親子分離分断されることによって子供がね本当精神的に、悪影響を受けてしまうということで、それをどうにかしようっていうことでね、活動してるんですが、そことねかなり深いつながりがあるなと思ってきたんですよ。要は昔と比べてね、そうやって学校でちょっとねおかしなことをしてしまうとかね、おかしな行動をとってしまうとかね、ちょっと精神的に不安定な子供っていうのが増えているっていう話なんですが、そのね裏にはね、ほぼ必ずと言っていいほど家庭の問題があるんですよ。で、その家庭の問題でも
親との引き離しっていうのが大きく関係してるんじゃないかなっていうのが思ったんですよ。ね、やっぱり子供にとってはね、大好きなね、2人の親がいるわけですが、どっちかの親とね、無理やりに引き離されて会わせなくさせられちゃっている子供っていうのが今すごい増えてます。でそれによってやっぱ精神不安定になっちゃうんですよ、子供っていうのは。でやっぱね、そうやって無理やり引き離しちゃう親っていうのはね、虐待気質がありまして、やっぱりね、子供より自分優先みたいな考え方なんですよ。でその引き離したりね、合わせなくしちゃうって行為自体がね、虐待に当たるわけなんですが、本人はね、1ミリもね、虐待してる自覚なんてないんですよ。でそれがやっぱり子供に悪影響を与えてしまい、そういう風になってしまっていると思うんですよね。だから子供っていうのは、そうやってね、親がね、親の考え、思いを押し付けてくるような親と、精神的に病んでしまうし、で、ね、仮にそうやって引き離されてしまった方の親っていうのが、実はね、子供思いで、家族思いでね、すごい面倒よく見てくれる、近くで見守ってくれるような存在であったならば、本当に子供にとっては悪影響だしね。絶対的にやっぱりそういう関係っていうのが必要なんですよね。子供がね、そうやってなってしまったから病院行ってね、薬で治すとかじゃなくて、その心の病っていうのはね、薬じゃ治んないですからね。まあ一時的に抑えることはできても治らないですからね。で抑える必要性がある時もありますとは言ってました。やっぱり自殺しようとしてしまうとかね、そういうのを抑えるっていう時にはまあ必要かもしれないけど、治らないんでね、薬では。心の病気っていうのは愛でしか治らないので、やっぱりそうやってね、引き離されて断絶されてしまっているっていうところを直してあげてね、戻してあげて元に、本当に近くで見守ってくれる親っていうのをこう戻してあげるってことが、そういうね、子供を助けるための一番の手段なんじゃないかなと思いました。なのでまあ一概にはね、一見ね、このタンポポさんとね、僕がやってる人権を守る会でやってることっていうのは一見ちょっと違う分野かなとは思うんですが、実はつながっていると、人権を侵害されている子供に関してはまあ同じなんですが、まあね、そのだから不登校になってしまうとかね、精神不安定になってしまう子供がいる。でその裏には親子断絶みたいなことがかなりの確率でね、あるんじゃないかと、いうことがね、ちょっと感じましたね。でやっぱりね、その親の教育っていうのはすごい大事だなと思います。その親の教育っていうのは、親がこう子供に関する教育ですよね。どう育てていけばいいかっていうのを分かってない親が多すぎると思いますね。一番いけないのはやっぱり押し付けることですよ。自分の都合だったり自分のね、思いとかいうのをね、子供に押し付けることっていうのはもう最悪なパターンです、それがね。でそれを普通にやってしまう親っていうのが今一番多いので、かなり多いので、そこをまずね、どうにかしないといけないかなっていうんでね、僕もだからそういう研修とかがあるならどんどんやっていきたいしね、育成のプロでもあるし、教育のちょっとおかしいからっつってね、薬どんどん飲ましちまえっていうこの考え方、かなり危険です。かなり恐ろしいです、これは。もう子供を壊してしまうという、本当にね、恐ろしい考え方。そうですね、だから一貫して言えることっていうのはやっぱね、子供が守られるような制度システムっていうのが本当にないなって思いますね。本当国を挙げてやんなきゃいけないことなんですよ、この子供を守るっていうことに関してね。法律から始まり、そういう施設機関とかね、人どんどん作っていくと、
いうことをやんなきゃいけないと思うんですが、現状まあないわけでね、その児童相談所とか行政の施設とかね、そういう機関っていうのも結局はね、あの大人都合、大人目線なんですよ。特に親都合、うん、ね、親に、ね、こうね、虐待とかされてんのに親都合でしか考えられなかったら子供守られないじゃんって、思うんですよね。子供目線で、子供都合、子供の立場で子供を守るっていう、そういうね、機関というか施設がどんどん作られてい、いかなきゃいけないのかなと思います。それからそういうことに関して本当に熟知してる人をそういうところに置いていかないとね、本当子育てしたことないような人がね、そういう機関にいてもね、わかんない。なのでね、このタンポポさんも言ってますけど、学校に行くことが正しいってことじゃないですからね、絶対に。それを押し付けちゃいけないと思うし、学校に行かなくてもね、別に死にはしないしね、死にはしないし、まともな人間にならないわけでもないんですよ。学校行かなくても、いろんなね、教えてくれる人もいるし、知識をね、こう入れるツールっていうのもたくさんあるし、いっぱいあるんですよ、手段はね。もう今の時代っていうのは学校行かなくても、なので学校行かないことがおかしいことではないし、まあ、逆に言えばね、じゃあしっかり学校行ってたからっつってまともな、ね、人間になるかっていうとね、 100% まともになるかっていうとそうでもないでしょ。学校まともに行ってた人の中でもやっぱおかしい人っているわけで、一概にはだからそこは言えないので、別に学校行かなくてもいいんじゃないぐらいでね、子供には接してほしいとは思いますね。必ずやっぱ理由を聞いてほしいですね。なんで行きたくないのっていう、ただただね、学校行けとかね、行かないのはおかしいとか、行かなきゃダメだっていうんじゃなくて、理由を聞いてね、しっかりなんでっていうのを聞いてあげて、でもしそのね、片親の家庭があるとするならば、ほぼほぼね、もう片方の親がいなくなったっていう影響が必ずあると思ってください。なのでそこをね、こうフォローするというか、埋めるためにはやっぱりね、両方の親と交流させてあげるっていうのが本当にね、心とか、体の成長にもいいし、子供にとって最善の利益だし、それから何かあった時にはね、子供の身を守るっていう意味では、看護っていう意味では2人の親がね、しっかり見守っているっていう状態がね、ベストだと思うんですよ。なのでそういうところもしっかり考えながらね、やってもらいたいなと思います。ということで今日は、フリースペースタンポポさんに、行ってきたという話でした。